島厚信、島厚信、島重信、1976年6月16日体は、北海道札幌市生まれ、埼玉県上福岡市、現、富士見野市出身の元プロ野球選手、外野手、内野手、投手。現在は埼玉西武ライオンズに軍打撃圏、外野守備、総類コーチ。ポジションは、投手。 1995から1999、内野手、2000から2004、外野手、2005から2013。小学1年生時に野球を始める。中学では、上福岡シニアに所属し、三沢光一の2年後輩、高橋和幸の1年先輩。1年時から投手として、注目を集め、3年時に関東大会に出場した。また、 当時埼玉坂江校野球部監督だった和光正宏を慕っており、中学卒業後は和光が移動した東北高校に進学した。東北高校では2年春の第65回選抜高等学校野球大会と夏の第75回全国高等学校野球選手権大会、3年春の第66回選抜高等学校野球大会と三度甲子園に 出場した。高校通算では28本塁打を記録している。同学年で、同じサウスポーの小野人氏、当時や北警報大福王とともに、時速1 4 0トルを超えるストレートを、武器としており、全国屈指の左腕投手として、注目を集めていた。2年秋の東北大会では準決勝で対決、ともに延長16回を完投して、島の19奪三振。 おのの24脱三振の回答で4時間を超える試合を戦い1から0で東北高校がサヨナラ勝ちを収めている3年時にはお野と共に高校生として史上初めて日本代表に選出されキューバ戦に登板おのは3番オマールリナレスから島は4番オレステス・キンデランから三振を奪ったまたやはり同学年で 仙台育英校の金村赤月は、同県のライバルだった。1994年のドラフト2位で投手として、広島東洋カープに入団。一軍では2試合に登板したが勝利を挙げられなかった。1998年3月7日のオープン戦、タイヤクルト、福山市民球場では、プレイボール直後の初球で、飯田哲也に、東武危険球、 わずか1球で退場になってしまうというチ記録を受立。ちなみに、プロ初先発の試合では投手ながら2点タイムリーを放っている。野手転向1年目となった1999年には打率280、プロ入り初を含む3本塁打を放つ活躍を見せた。2軍でも3割を超える成績をたびたび残し、2002年には打率314で、 ウエスタンリーグ首位打者も獲得したが、持病の腰痛や前田智則、小形光一、金本智明などの外野手相は厚く、試合出場に恵まれずにいた。転機となったのは2004年である。オープン戦から好成績を残し、前年に阪神タイガースに移籍した金本の穴を埋める候補として、開幕1軍入りを勝ち取った。4月は主に2番を打ちながら、 4割を超える高打率を記録するなどの大活躍を見せ、一気に右翼種のレギュラーに定着し、監督推薦によるオールスターゲームにも初出場した。後半戦からは中軸を任されるようになり、クレックラロッカに次ぐチーム2位の32本塁打を放つなど、長打力も12分に発揮した。その後も、 順調にアンダを量産し続け、一時は当時のリーグ記録であったロバート・ローズの192アンダの更新も期待されたが、終盤に疲労と、腰痛等の影響で失速し、189アンダに終わる。このシーズンは、首位打者と最多アンダさらにベストナインのタイトルを獲得。シーズンオフには、日米野球のメンバーに選出され、ニックネームの赤ゴジラが、 同年の流行後対象も話題となるなど多方面から注目を浴びた一年となった。2005年は他球団の警戒もあり、打率は一度も3割に到達しないままシーズンを終えたが、後半戦からは本来の調子を取り戻し、打率288、27本塁打とクリーンナップにふさわしい成績を残した。2006年はさらに打率を下げてしまい、 前半戦は2割7分台程度にとどまり、腰痛の悪化も、相まってこのシーズン以降は貝を打ったり、スタメンを外れることも多くなる。しかし代打では重要なところで、本塁打も放った。後半戦に入った途端に、打撃の調子を上げ、8月23日に2本塁打を放ち、3年連続で20本塁打を達成した。しかし、9月25日にバットスイングから来る。 右肩痛を発症し、登録抹消された。ブラウン監督は、今季の残り試合数を考えれば、もう戻らないと無理をさせぬよう出場させなかった。2007年シーズン前に、アメリカに渡ってトレーニングし、節制する等体調管理を心がけて、シーズンイン。しかし、前年の肩痛が再発したため前半から中盤まで、ひどい不振に陥った。9月以降に、 ようやく調子を取り戻すが、前年よりさらに低い成績に終わった。ただし長打力は健在で、荒井孝弘と、ほぼ遜色ない本類打率を記録した。2008年は、レギュラーの座を剥奪され、34月は、代打中心となり、二軍落ちも経験するなど、苦しいスタートとなった。しかし内田コーチと二人三脚で、ホーム改造に取り組み、5月25日に、 千葉ロッテマリーンズ戦で同点となる代打3点本塁打を6月12日にもロッテ戦で代打逆転2点本塁打を放った。以降、調子を取り戻し先発出場も増え、オールスター明け後は完全にスタメンを支柱にした。規定打席には届かなかったものの4年ぶりに打率3割を記録。打席数が少ないものの支球40は栗原健太の42に続くチームに入れ、 出塁率394は規定未満ながらもリーグ5位相当の数字である。一方、本塁打数は前年の半分の7本に落とし2004年から継続していた連続2桁本塁打記録は4年で止まった。同年オフの10月9日に群馬県立林市内の病院で内視鏡による左ひ関節の手術を受けた。2009年のオープン戦場は 左肘痛の影響もあり21打数無安打と苦しんだが3月22日に行われた広島市民球場での最後の一軍の試合となった阪神とのオープン戦では6回に石川俊介からホームランを放ち以降の3試合で8打数4の安打に本塁打と復調したしかしシーズンでは不調に終わり打率229と結果を残せなかった 2010年は赤松雅人、広瀬淳、天谷総一郎、ジェフ・フィオレンティーノなど、外野の定位置を競うライバルが多く、序盤は代打としての起用が主だった。しかし、天谷やフィオレンティーノが、打撃面で結果を残せなかったため、次第に先発出場の機会を増やしていった。不動の四番打者だった栗原が、長期離脱した間は代役を務め、十三試合に四番打者として、 出場した。規定打席には届かなかったものの、3年ぶりに2桁本塁打をマークするなど2009年より成績を上げた。シーズン中に国内移籍が可能な FA 権を取得したが、10月に権利を行使せずに広島に残留することを表明した。2011年7月24日に海外 FA 権を取得したが、行使しないことを表明した。 7月31日の対中日戦、松田では延長11回に代打として出場し、川原淳一からプロイル初のサヨナラアンダを放った。2012年3月10日、エクサ人気との交換トレードにより埼玉西武ライオンズに移籍することが発表された。背番号は42となった。開幕から DH でスタメン出場し、 3月31日には、プロ入り通算戦試合出場、史上448人目を果たしている。2013年は9試合の出場に終わり、戦力外通告を受けた。10月2日には、現役引退が発表された。2013年10月22日、二軍守備総類高知県打撃高知補佐への就任が発表された。その後シーズン中に、 補佐の肩書きがトレ2軍守備総類コーチ兼打撃コーチとなる。2015年10月13日、2016年シーズンから1軍打撃コーチへ就任することが発表された。2019年からは2軍打撃兼外野守備総類コーチに配置転換された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。